皆さんこんにちは、武田塾の高田です。花です。ついです。今回は実況中継、冷静に考えて噛みすぎる問題についてやっていこうと思います。実況中継シリーズ。あれちょっとテンションが僕だけちょっとあのコツだけ赤くて、あそっちは青いとかじゃないですサーモグラフ。いやでもちょっと実況中継シリーズは僕も革命的な参考書だなと思うんで、はい、それちょっと話させてほしいですよ、はい、そもそもですよ、はい、武田塾が授業をしないで自学習していけるだろうと言える理由、実況中継にやりと言いたいですね。私が教員を諦め、予備校の先生も諦め、なぜ武田塾に来たか、実況中継のせいです。清水先生の人生を変えた本でもあると。そうです。清水先生はもともと日本史が大好きで、東京学芸大っていう教師をバンバン輩出する、はい、教育の名門校に行って、そこで教師の道を着実に歩もうとしてたんですよね、はい、そしたら実況中継と出会った。そうなんです。高校生の時には出会ってなくて、大学生になってから出会ったんですけども、高校生で出会ってたら多分学芸大行ってなかった可能性がありますね。その時出会ったのが石川の日本史 B。 さようでございます。授業いらんやんと思っちゃいましたね、はい、その話を進める前に、はい、そもそも今見てる子って、実況中継ってそもそも何ですかって思ってる子が、実況中継知らないんですか、大丈夫ですか、それをねしっかり優しく教えてほしいんですけど、はい、そもそもどんな参考書なんですか、はい、実況中継というのはですね、野球みたいなね、サッカーみたいなイメージで例えてもらえてるんですけど、うん、仮にですよ、皆さんが野球の中継、サッカーの中継見るとして、映像がゼロだったとするじゃないですか。でも実況の人がなんか言ってるじゃないですか、〇〇が〇〇にパスしたとか。野球だとどんな中継なんでしたっけ。さあここで4番阪神タイガース、大山、1球目見逃してボール、ピッチャーコントロールが乱れている、2球目振りかぶったボール、わかるか、触らない、1塁線切れていく、続いてるぞまだ岡田監督サインを出すみたいな参考書です。だいぶ使えねえ参考書だよこれだったら。どんな参考書かっていうのを言うと、このね実況中継シリーズってあるね、あのコンセプトがあるらしくて、それがね2つ大きくあって、1つがね、授業中の緊張感、これをねできるだけ再現するように作られていると。わかるな、実況のねスポーツの人たちもその臨場感を言葉で伝えるのが仕事ですからね。これなんで臨場感が生まれるかっていうと、例えば初めから丁寧にシリーズも、東進ブックスが出てる本ですけど、そのまま授業の内容を文字起こしましたみたいなコンセプトじゃないですか。実況中継シリーズは文字起こししすぎてると僕は思ってるんですよ。かる。本当に予備校の授業なんで、うん、君これは分かるかみたいな、いや何言ってんだよみたいな、生徒のこともケチョンケチョンに言われてるシーンとかも残ってたりするんですよ。そのまんま編集してあげてよみたいな。その方が理解度高まるよねっていうコンセプトですかね。とんちいかなこと言ってるなみたいな、そういうなんか生徒をディスったりすることはもうそのまま残っちゃってるから、うん、これ俺読んでていいのみたいな、なんか実況しすぎだよっていう、そんな緊張感ですよね。そうだから各予備校の先生の癖まで参考書にしてしまったみたいな感じがあるんですよね。これがねやっぱりすごくて、はい、同じ例えば時代の解説とか、うんうんうん、その内容解説するってなっても、うんうん、しっかりと先生のね癖というか、その個性がしっかり光るような作りになってて、うんうんうん、最初ね自分も受験生の時はなんでこんな余計なこと書いてるの、省いてほしいなと思ってたんですけど、うんうん、でも逆にそれがあるから、気づいたらね自分が本の世界に没頭するみたいな感じで、うん、授業に座ってるような感覚に結構やっぱ近づける、うんうんうん、それがまさにこのコンセプトのね一つ大きな柱だと思うんですよ。そうそうそう、読むだけの本だったらいくらでもあるんですよ。その教科書読んどきゃいい話なんでね、うん、おもろいんですよ、うん、実況中継読んでて、うん、そうおもろい、はい、これがそのねコンセプト2つ目が多く関わってて、このね授業中の脱線、これをできるだけ再現してるらしいんですよ。脱線しまくってさ、今どこ行ってんだよみたいな時あるじゃないですか。これあえてらしいんですよね。予備校にね通う満足度高いのは脱線とかと、学校の人気の先生、雑談と雑線が上手い先生みたいなありますからね。具体的な内容は言えないんですよ武田ちゃん、うん、内容は言えないんですけど、うん、僕地理選択なんで、ホンダの地理 B 実況中継っていう地理の本があって、うん、今ちょっと多分絶版とかだと思うんですけど、下ネタとかも普通に出てきますからね。他の先生、はい、世界史直樹先生、うん、で清水先生は日本史の石川先生じゃないですか、はい、下ネタとかありました？なくはなかったですね。それぐらい脱線とかもめちゃめちゃしまくりますよね、はい、あとね、あの青木先生の実況中継で、はい、大学とそもそもこうなんだみたいなコラムみたいなついてたりするんですけど、あれ好きでしたね結構、うん、みんなも結構あの経験あると思うんだけど、はい、授業で学ぶことの本質からちょっとずれた部分に面白さを結構見出したりとかして、うん、例えば歴史とかもさ、好きになっちゃうのが一番早いってなった時に、うん、脱線によって好きになって、それ以外のところもしっかり本気で読みに行けるみたいなところがあるんですよね、うん、その教科を好きにさせてくれるっていうのは実況中継の魅力です、うん、今の流れだとちょっと本質の部分がちょっと光らないと思うんですけ ど純粋に社会なら社会の内容、ほぼ全教科あるのかな、これ山口先生の英文法実況中継とか、はい、望月の古典文法実況中継とか、うん、いろんな種類ありますよとかあるんですけど、はい、本体の解説、別に他の参考書でもしてる絶対に受験生が抑えなきゃいけない内容の解説がシンプルに分かりやすいっていうのもめちゃめちゃ神ポイントだなと思ってますね、うん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 、実況中継が醸し出す分かりやすさみたいなのは
はどこが違うんですかね。言葉を文字にしてるから普通の小説よりライトノベルの方が読みやすかったりするじゃないですか。あ、はいはいはい、それに近いというか話し言葉で本当に書いてくれてるから、うん、他の参考書ってどうしても書き言葉じゃないですか、うん、だから話し言葉と書き言葉だったら話し言葉の方が理解しやすいっていうとこが実況中継の魅力なんじゃないかなっていうふうに思ってますね、はい、教科書みたいな硬い文章読んでも入ってこないみたいな人が読んでも入ってくるんですよね。図が入ったりとか資料とかが入って、うん、本当に授業を受けてる感覚になりますよね、うん、予備校の先生もやっぱいいタイミングで疑問を投げかけたりするじゃないですか、うん、そこで読んでる側も一回ちょっと考えるじゃないですか、その答えがあってっていう著者とのキャッチボールをしてるような感覚になりますね。歴史とかって授業ってなんか感情を乗せて喋る先生、僕授業自体が上手いなと思っていて、戦後時代こんなことしてたんだよみたいな、要はこういうことじゃんみたいなことがなんか入ってるみたいな、要はこういうことじゃんみたいなっていうのが入ってない歴史って面白くないんですよね。歴史に限らないですけどね、参考書に魂が入ってる感じがしますよね。先生方の講義本がね中心になってるわけなんですけど、でどうしても講義本とかってどうしても受け身になりがちな参考書なんですよね。でそれをしっかりと双方向のこうコミュニケーションができるように工夫されていることによって、本来だったらただ受け身になって終わっちゃうものをこう自分で考えながらね、ある程度主体的に取り組めるような工夫がされているっていうのがね、この魅力なのかなと思いますね。新先生が言ってた入ってきやすいってところの理由の一つとして、予備校の授業だからこその偏見とか決めつけとかも先生あるじゃないですかこの人物はね、性格が悪くてねこういうことがあって怒ったんですよ、それで仕掛けた戦争がホニャララ戦争みたいな、そういうくだりあるじゃないですか、はい、これ普通の参考書だったら絶対書けないんですよ、その人が性格悪いって断定するのもおかしな話じゃないですか、歴史の評価として。そうそう、学校の教科書と色付けすぎちゃうと問題が起きるんですよね、あれ教科書っていう立ち位置ですよね。そうですよね。ただ予備校の授業だから本来はクローズされた空間だから、みんなにイメージしやすくなるように、この人はもう性格悪い極悪人だとか、この戦争はこの人が怒ったことによって引き起こった戦争だとか印象付けてくれるんですよね。そうそう、だから入ってきやすいっていうのは実況中継シリーズいいところかなと思います。実況中継の真逆を行くのが学校で配られるあの教科書になるわけですよね、うん、それと比べると冊数もめちゃくちゃ多いし、わざわざ教科書より分厚いこの何冊も読む価値あるのかってね、結構疑問持つ子が多いんですよね、うん、これは田畑先生どうなんでしょうね。入ってきづらい本を無理してやるよりは分かりやすい本を使った方がいいと思いますね。教科書とかだと面白さを感じられないから、どうしても苦痛になってギュッと凝縮されてるはずなのに辛いみたいな、カルピスの原液飲むとちょっと辛いから薄めると美味しいみたいな、そんな感じですかね。いや違う違う、全然違ったそういうことなんですよ。いやそういうことなの。山川ってだって一冊じゃないですか、日本史探究世界史探究で言ったら4冊になってるんで、雑に言えば4倍分かりやすいんですよ、日本史のね、実況中継がっていうものだと思ってほしいんですよ。だからやっぱ分厚さに言っちゃうんですけど、分かりやすい参考書分厚くなりがち問題みたいなありません、他の科目も含めて分厚いんで、もしかしたら本屋さんで取るとき分厚い4巻みたいな思っちゃうかもしれないですけど、愛のある厚さなので、そこちょっと分かってほしいなっていうのがありますね。僕ら武田塾で働く人間として、実況中継シリーズの登場によって参考書でいいでしょっていうのをより説得力持って言えるようになったっていう、これが多分一番でかい気がしてて、予備校の授業を受けた方がいいかもしれないって思ってる子たちに、実況中継シリーズあるからこれ読んでみと、参考書でいけるでしょみたいな、これを先生が音読してくれるのが予備校の授業だよと、それだと読んだ方が早くない、実況中継でどんどん先進めてやっていこうよっていう風に言えるから、武田塾の勉強法がよりみんなに届いてるというか、実況中継シリーズがあるおかげで予備校行かなくても別にいいじゃん、参考書の方が早いじゃんって、より多くの人が思ってくれたっていう、その功績はでかい気がしますね。僕が学校の先生だったらこれ渡して仕事サボりますね。でもそれでいいっすよね、別に、うんうん、生徒の成績が上がれば、書いてるよっつって、ね、日本史の授業をやるとしたら、うんうん、全部実況中継読んで時代と流れとかでアウトプット、一問一答とかアウトプットするを全部やってもらいますよ。僕こうやってパタンおいみたいな感じできるじゃないですか、理論上そういうことなんで。デメリットでもないですか、注意点だけ話しておくと、はい、小池参考書全般に言えることではあるんですが、読んで満足しないですと、実況中継を読んだはまあまあ授業を受けたに近い感覚なんで、そこで終わっちゃうと分かる、やってみる、できる人は分かるで終わっちゃいますよと。ただその後に問題集とかを使ってしっかり暗記の方ですね、反復テストしまくるってこともセットでやってくださいと。実況中継ね、あの面白すぎて読み進めてたら最初の方忘れてたとかありますね、うんうん、あとは情報量多すぎることがあるんで、そうですね、日本史も世界史もそうです、相対点が高いと思うんですよね。最初はある程度情報を絞ってある本をやった方がいいかなと思いますね。花屋のなぜと流れが分かる日本史とかだったら、はい、石川の実況中継よりもだいぶ情報そぎをしてくれてますし、す、ね、青木の世界史実況中継だったら決める共通テストの世界史とかがだいぶ情報そぎ落としてくれてるんで、そういう教材で初学者はまずやった方がいいかなと。実況中継読んでるとどれが大事でどれが大事じゃないか分からなくなっちゃうんである程度大事な情報をまず厳選して最初は入れていった方がいいかなと思いますね。難関大目指すための予備校の授業を本にしましたっていう感じなんですよね、うん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 、その科目めちゃ苦手って人は更新シリーズとか共通テストだったら決めるシリーズとか、うん、面白いほど分かるシリーズとかの方がとっつきやすくいいかなということで
ですかね、うん、実況中継最強というか攻撃系参考書が最強みたいな話なんですけど、中でも特に実況中継は本当に授業を噛み砕いてそのまま言葉にしてくれてるよと、予備校をちょっと覗き見できるようなそんな感じの参考書ですね。3人で実況中継の魅力いっぱい語ってきました。面白そうな実況中継もね今いっぱいあるんですよね山村の図解古文読解実況中継とかね、僕も知ってる本ですけど、岡本先生の古文の読み方&解き方面白いと分かる本に近いような参考書です。英語長文のね実況中継シリーズとかもねいろいろありますね。大谷先生図解英語公文講義の実況中継とか、小木先生の難関大英語長文講義の実況中継とか、実況中継シリーズいろんな本あるので自分に合わせて必要な本があったらぜひ使ってみてほしいなと思います、はい、実況中継シリーズ紹介でした。今回の動画は以上です。ありがとうございました。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、うん、焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。